よいしょ。おー、危ない。大磯屋流日田焼きそばの完成です。熟成焼きそばの大磯屋。こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回の焼きそばレシピ動画では、ご当地焼きそばシリーズチャレンジしていきます。大磯屋の焼きそば、そば麺を使ってご当地焼きそばシリーズの、まあ、第1弾といいますか、大分県の日田焼きそばなので、レシピ名で言うと日田焼きそば風焼きそばかな。はい、でいきます。はい、材料はこちら。はい、もちろん麺は、大磯屋の焼きそば麺で、たっぷりのもやし と、豚肉 と、ネギで、味付けは、まあ、大磯屋風なので、こう大磯屋の焼きそばソースを使って仕上げていきます。あ、頑張って美味しくやっていくぞ。頑張ります。頑張ります。薄く、こう太く、薄く、まあそれぐらい、うん、それぐらい、もうちょっと、うん、それぐらい、もうちょっと太く、もうちょっと太く、極端だ、まだ、全然全然、これが薄、これ薄すぎるもんで、もうちょっと太く、だからこれぐらいが良かったね。ああ、そういうこと？うん、ちょっと、まあ、では今回は日田焼きそばの麺、通常ですと、茹でたての焼きそばをそのままこう釜揚げのような形で鉄板に、出してラードで揚げ焼きのようにしていかれると認識しておりますが、じゃあ多めの油で、よいしょ、これぐらいでいいかな。はい、はい、では大磯屋の焼きそばを揚げ焼きにしていきます。ね、水と馴染ませるように、全体にこう油を馴染ませて、はい、で、あのこれ強火だと焦げてしまうので必ず弱めの中火ぐらいかな。はい、で、焼き目をつけていきます。で、またあのパリッと揚げたいので、これ蒸し焼きではなくて蓋をせずに焼いていきます。はい、およそどうだ、2分ぐらい経ったかな。これ触ってこう分かりますかね、固まって動く。これあのやっぱ焼き目がついたりね、がつくとこういう風に固まるんですね。これをじゃあひっくり返します。油が多いんでね、こ うまくやらないとやけどしちゃいますが、頑張ります。よいしょ。おー、いいね。はい、分かりましたね。はい、では反対側も同じく、揚げ焼きのように焼いていきます。揚げ焼き、揚げ焼きしていきます。よし、さあどうかな、多分いい感じにいけてると思います。いいですね、回ります、回ります。よいしょ。おー、危ない。はい、あ、いいですね。焼き目つけます。ちょっとこれ以上いっちゃうと焦げに近くなっちゃうので、これを一旦じゃあお皿に出して、置きます。よよ、これね、もちろんあのラードでやるとあのパリッとした、よいしょよいしょ、こうたくさん油ね使ってもこのようにね残るので、多めに使っていただいた方が美味しく焼き上げれます。よし、小さかったかな、キリキリ。そんな乗ってるだけ。まあ OK でしょう。はい、では続いて麺が、焼けましたので、よいしょ。はい、では豚肉を焼いていきます。お肉が焼けたら、これも一旦お皿に出しちゃいます。
い、はい、では、麺ともやしをね、たっぷりのもやしを入れるのでフライパンワンサイズ大きいものを用意しました。はい、ではここに、また最後油を引いて、はい、なりましたら、はい、ここに先ほど、揚げ焼きした麺に、はい、炒めた肉、はい、もやしに、はい、ネギを入れて、はい、下味でもやしネギの分の塩コショウを振って、ここで2人前おいしやの焼きそばソースを 50cc いきます。麺が揚げ焼きしてあって固まって、これを崩しながら焼くんですが、ゼロとかでやったほうがいいかな。ここはいけるかな、いけるかな、ね、このバリバリになった麺を、はい、こうほぐしながら、割りながらですね、絡めていきます。でだんだん焼いていくと、あのもやしからも水分が出るので、こう混ぜやすくなると思います。これね、本当はテフロンだから、鉄だとかね、傷つけてしまうので、直接鍋肌に当たらないように麺を上に持ってきて、こう割るようなイメージですかな。いいんじゃないかな。よし、じゃあこれ以上やると、はい、あとは仕上げで箸で全体を混ぜたら、あー、なんていうのかな、よし、わかりましたね。こうパリパリ感出てますね。はい、スープが温まる、これをお皿に盛り付けていきます。はい、あー、いい感じのパリパリ、すごいすごい、もう見るからにこうパリパリだ、はい、お皿に盛り付けたら、これで大磯屋流日田焼きそばの完成です。はい、じゃあ大磯屋流日田焼きそばいただきます。パリパリに焼いてるのも質感がね、食べる前から何をぶつついてるよいしょ、うんうん、これ何個も水が入る、結構硬いですか。硬い、うん、噛み応え、うん、美味しい、うん、うん、うまい。やっぱ日田焼きそばさんのこう特徴であるこうパリパリの食感と、このもやしにね、あの美味しいの焼きそばを使っているので、麺の風味が非常にあの際立ちますね。こう噛めば噛むほどこう小麦の甘みが広がるというんですかね、あのとっても美味しくできたと思います。まあ、食感のね、好みもあるとは思うんですけれども、こういった食感が、パリパリなね、食感が好きな方は、とっても美味しいので試してみりん、ご覧ください、キッチンだいぶ綺麗になってきましたよまだまだ途中なんですけども、これから、徐々に徐々に仕上げていきますので、お楽しみください。